みゆきプラザは、広島県広島市南区にある複合商業施設。居住棟二棟と商業棟一棟の計三棟で構成されている。広島地区の複合商業施設の先駆け的な施設になった以前その地にあった広陵高校の再開発で、マンション二棟と商業施設一棟が建設された。また施設内にはもみじ銀行水町支店もある。 千田病公園に隣接する当地には、1921年3月から1973年3月まで、高齢高等学校5月までは、高齢中学校が所在していた。1967年頃より、学校敷地が狭いことや周辺環境の変化により、教育環境が悪化したことで、学校移転の議論がされるようになった。1968年に、 学校移転を決定し、移転先を探し始めた。1969年4月12日の理事会で、朝郡沼田町への移転を決定。1972年7月に起工式を行い、新校舎の建設が始まった。1973年3月に新校舎の工事が終わり、4月上旬までに移転を終えた。そして、百七十三年五月十九日に、 新校舎は落成。記念式が行われた。1973年4月に三井不動産が高陵高校の跡地を買収。約2万平方メートルの土地を総額18億円で買収。同月23日に引き渡された。これまでに山陽高等学校の跡地落ち卸売業者、東和が買収した事例はあったが、全国区の企業による買収は、 初の事例になった。当初の計画案では、15階建てのマンションを3棟、建築。約500個の高級分譲マンションにする予定で、そのほとんどを 4LDK に、人工地盤の中庭を設け、1階部分をショッピングセンターにする計画だった。また、学校に隣接していた高領商店街も取り込み、施設に織り込む予定とした。また、日商圏の関連などで、 計画の変更もあり得るとしていた。当初計画では、1974年秋より、完成した部分より順次分譲開始としていた。当初計画段階での歌唱は、高陵パークマンションとしていた。1974年12月に、三ゆプラザの詳細計画を発表。同月10日より着工した。敷地は、旧、高陵高校跡地と、 高齢商店街を合わせて約19,000平方メートルで、そのうちの約12,000平方メートルに14階建ておよび13階建てのマンションを2棟、全個 3LDK で330戸を予定。分譲予定値段は1500万円から2000万円とし、1975年3月より順次分譲開始とした。また、 5階建ての商業施設には各となる店舗に30店の専門店。そのうちの18店舗を、高業商店街の店舗を予定した。さらに別のところにあった広島総合銀行の支店も施設内に移転。診療所、食堂、利用所、美容所なども予定した。建物が建たない約7000平方メートルは一般公園の公園とし、集会所を設ける予定にした。 公園設置と建物の何年かにより、1974年3月には、全国で5番目になる住宅金融公庫の都市再開発資金融資を受けることになり、建物の公費約60億円のうち75%の約45億円の融資を受けた。掃除業費は110億円を予定。マンション一棟とショッピングセンターは1976年秋。 全体では1977年秋を完成予定とした。居住棟は、三ゆきパークマンション A 棟及び、三ゆきパークマンション B 棟で構成される。三ゆきパークマンション A 棟は1976年9月に完成し分譲開始。三ゆきパークマンション B 棟は1978年8月に、竣工した。イオン三ゆき店は、三ゆきプラザに入居している。 イオンリテールが運営する総合スーパーである。商業施設は1976年11月に山陽ジャスコが商業棟の各テナントに決定当時広島市内に山陽ジャスコの店舗は当年開業したジャスコ壁店のみで山陽ジャスコ全体としては7番目の店舗広島市内に店舗目になった。当初計画では鉄筋4階建ての店舗に 延べ面積13,015平方メートル、そのうちの店舗面積は9,693平方メートルで、ジャスコが8,473平方メートル、専門店が1,220平方メートル。工事開始が1977年1月から、開店が同年6月末で、走行費は約10億円の予定にしていた。その後、 1977年2月21日に開かれた広島商工会議所の省庁協で店舗面積37.9%カットの6020平方メートルで了承された。そして1977年11月25日にジャスコ三ゆ店として開業した。3階建ての建物で完成当初の売り場面積は6016平方メートル。1階は 食料品、2階は、医療品、3階は、日用雑貨の売り場になった。また、36店の専門店が入店し、その中の一部は、高齢商店街にあった店舗が入店。開店日には、開店の時点で、約2000人が来店。最終的には3万5000人が来店した。事業会社は、当初は、山陽ジャスコの店舗だったが、 1993年11月にジャスコに営業上と2001年8月21日にイオンに社名変更後2008年8月21日にイオンリテールに移管された開業当初は証券を旧市内と想定していたが富士ショッピングスクエア広島店の出店に合わせて宇品地区を中心とした旧市内の南半分に見直している店舗ブランド及び店名は 開店当初より、ジャスコみゆき店だったが、2011年3月1日に、ブランドの再編成により、イオンになり、イオンみゆき店になった。千田病公園に隣接し、周辺には、県立広島病院などがある。イオンみゆき店に関するカテゴリー。ありがとうございます。